プロなら BPM イコール RT も余裕でしょ。はい、プロです。まあ見てなさい、今からかましてやります。行ってみましょう。 BPM イコール RT どういうこと？テンポが RT の数で作ったってこと？え、にしては遅いですが、フォロワーがいなくて RT そんななかった。いい歌、いいんだよ、フォロワーの数なんていなくたって、この SNS 時代いつしか人はフォロワー数や RT 数にとらわれ。え、あ、どうした？あ、フォロワー増えちゃって、フォロワーなんていらないって言ってたじゃん。あー、終わったー。 SNS 続くからね、やんでいく。フォロワーしかいない、インフルエンサーすごいよ。お前が SNS の数字にとらわれすぎておかしくなっちまったんだ。あの頃お前だった。お前を奏でてる、もう音楽なんかじゃねえ。思い出してくれ、あの美容のね、綺麗なメロディーを。そうそう、え、つまりこの曲が言いたいのはこういうことだ。ビスさんのツイッターを今すぐフォローしないと呪うよ。はい、ゴリゲー。あなたに苦しんでほしいのでマシンガンポエム道具をやりなさい。これはメールです。え、視聴者に女王さんがいる、マキマさん。いや、ちょっと待って、あのリクエストだからって、あのそういう言い方は嫌いじゃないです。くらえ、レッツゴーリクエスト初見、マシンガンポエムドール、レッツゴー。おい、かっこいい、いけてる。あ、はい、はっ、あ、はっ、はっ、はっ、これは早すぎるって。200ぐらい、210ぐらいかな。あー、死ぬ。どうぞ。 あ、終わった。あ、この哀れなバケツめを罵ってください。はい、これ。さあ、おなじみスプラスリド BGM、 もうやばい変拍子曲たちばっかだったんだけど、マジで対応完了です。今回も注目してください。行ってみましょう。塩辛節3ミックス、レッツゴー。どんどん来た。何、マーチンギエ。え、めっちゃかっこいい。はい、はい、かっこいい。わ、踊れねえ。あ、本当に歌いけんだ。はい、はい、はい、さん、タコさん、仲良くね。あ、終わったかな。あー、変拍子じゃないと嫌だね。かっこいいと思ったらコメントしてリクエストも待ってます。リクエスト、うん、あ、ってやりましたか。やってないならぜひ叩いてみてください。あの、多分だよ、多分だけど、エッチだよね。リクエスト初見、うん、あ、うん、セクシー。あ、なんか普通にいい曲な。はい、やっぱセクシーな感じよね。さ、あ、あ、耳に囁いてきてるよ。もう一回囁いて、耳まっとでスイ。なんて言ってんの、ダメだよ、こんなところでリズムよれちゃうって。もういいから、ドラムやめても。おやついてるだけスワッと大好きかい。え、あ、どうしたの、怒った、おろついたから。はい、決まっちゃうんじゃねー。リクエスト来てたどん。これもめっちゃリクエスト多かった。これ太鼓の達人の曲なの。まあまあ何にしたってこっちはプロなんで負けてられないっすよ、見ててね。レッツゴーリクエスト初見、どんな、お、かっこいい。てん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 、ただ、はい。で、これ太鼓の達人でこんなのあるの？おー、すごい。かっこいい。何この曲？かっこいい。おしゃれ。ふぅー。1、2、3、4、5。はい、ゴー。拍手。リクエスト、モペモペという曲やってみましょう。子供向けの楽しい曲ですよ。はかかちん、子供向けだ。バチッと決めたら見てて。リクエスト初見、モペモペ。あ、はい、かわいいね。
うん、ちゃマジで舐められたこれ。ママの。マジでこのママの。はい。え、怖い怖い怖い。何？あ、よぼがとかい。あ、怖い。あー、これでだ。もう両手が持たないっす。お花畑で。あー、怖い。え、終わり。あー、怖かったよ。まあまあ。リクエスト来てた。この曲もめちゃくちゃ件数多かった。ドンカマ2000っていう曲。いやもうこれタイトルがやばいでしょ。普通どんなに速くても200ぐらいまでなのよ。いやまあプロなんで白子の言わず行ってみましょう。くらえ。いやもうなんかバンジージャンプ飛ぶ前みたいだわ。怖っ。行ってみましょう。リクエスト条件ドンカマ2000スタート。あ、え、あ、来てる。あ、あ、メトロノーム。うん、あ、あ、これは2000じゃないよね。120ぐらいじゃない？あ、なんだ？なんか、え、合ってないようでなんかトリネドラっぽいな。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。あー気持ち悪いよ。複数のテンポが一緒になってる。あー気持ち悪い。このテンポとこういうテンポもいる。吐きそうだ。うん、解析不能です。絶命。え、ってかみんな何聞いてんの。このリクエスト、このリクエストもめちゃくちゃ多かった。星のカービィのラスボス、マルク戦の BGM。 まあ正直僕カービィみたいな子供っぽいゲーム全然興味ないんですけど、まあ一応プロなんで頑張ってみますわ。とりあえず、くらえ。前に竹という曲をやっていたので、同じ作曲者さんの田中という曲をやってほしいです。あれ、お風呂入った。いやでも稽古は務めてるってことだと思うので、このプロに任せてください。見ててね。くらえ。行ってみよう。リクエスト初見田中。おい、ちょっと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 、やばい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 。あー裏拍。あー変が、あー裏拍じゃない。1、2、3、4、5、6。あ、田中だいぶクレジだな。なあ田中くん、ズーン。え、どこ行ったの田中。え、田中。あ、よかったね。うん、飛んで。普通の箇所ちょうだい。に任せてください。見ててね。やっぱやめとけよかった。待てよ、飛ぶな。た、た、た、え、おり、え、え、え、田中め。リクエストポーポポポポしてほしいです。難易度がポポポポわけじゃない。ポポポもうやばい雰囲気漂ってるけど、やってみせるよ。くらえ。リクエスト職権ポッ。おいおいおい、ポポポ、おい、もうポポ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 ポ。な、なに、なに、どうしたの。ポであらゆる感情を表現する感じ。ポッ。あ、そう。あ、いいことあったね。おい、決まった？いいポだったんじゃない？あーポ！ 337 秒。おい、3連のポ。この人は何があったの？本当にこいつポしか言わねえつもりか。え、って言ってたろ。おわっぽ。ユニゾースクエアガーデン、カオスが極まるという曲の2分40秒から50秒の決めを5回以内で成功させよう。あーここか。いやあの人たち頭おかしいんだってマジで。でもこれ初見ではないよ。俺ユニゾンめっちゃ好きでよく聞くから、できなかったら夕飯抜かんです。まあプロなんで任せてください。くらえ。ゴー。
あーもう最初が無理だこれ。4。あーくそ。3。あー2。あーくそ。ラスト1回。1、2、3、4。すげえ最近リクエスト多いわ。最近トレンドにも入った What's up pop やりましょう。ポップな曲ならマジで任せて、絶対かっこよく叩いてみせるから。絶対かっこよく最後まで見てね。くらえ。リクエスト職権 What's up pop come on。 おい、あ、ポップ試されるよ体力、歌物はね。おい、あ、どうしたの。ポップかこれは。はい、キラリーン。え、あ、いいメロな雰囲気。え、あはっ、え、でもテンポとジャンルが終わり。タタ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 、よし決まった。 What's up pop? What's up buggets? Buggets is me!